とした車が止めれるような場所があります。駐車スペースから歩いて堤防に向かいます。やっぱり一番いいのは広芝湾に面した先っちょ角から左に向かってですかね。でちょうど、まあ、時間にもよりますけど潮目がもうここら辺で出てきたりして川の河口域あちら辺の手前側は結構浅いんですけど投げればそれなりに深いですね。足場がいいんでね、あの荷物のカートとかゴロゴロ持っていけばやりやすいんじゃないかなと思います。ちょうどね、海田大橋とか呉に行く橋とかいろいろあるところで夜になるとねライトがつくんでまあまあ明るいような場所ですね。ただ海のところにはそこまで明かりが漏れないっていうのはあるんで夜釣りはそこまで期待できないかなっていう印象です。場合によってはこの城の引っ掛け釣りをしてエレベーター仕掛けかなんかで泳がせ釣りをしてまあ青物、サワラ、サゴシ、ハマチ、ヤズうまくいけばブリが釣れるような場所ですね。基本的にはショージギングで青物を狙っていくのが楽しいかなと思いますね。まあ、30g から40g、まあ、重くても 60g のジグを投げれば釣れるんじゃないかなと思います。基本的に風がそんなに吹かないときはね 30g とか 40g で十分なんで特に重いものを投げる必要がないんでね長くね釣りができるかなと思います。今日もね先っちょの方でショージギングで青物を狙われている方もいますね。皆さんは釣れてますか？教えてください。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。海縁でした。すぐ下の5メーター、2メーターは捨て石があって、あとは砂地ですね。橋桁の下に向かって、まあ、タイとかね、やってもいいかなと思います。ワンチャン底物狙いでね、いろんなもの狙えるかなと思います。こっちから奥から来て、また反対側の角ですね。この向きでね、正直やってもいいかなと思いますけど。川の河口ですね。ここもね、ワンチャン狙えるかなっていう印象ですね。また奥の方に行ってみます。歩いてきました。こっちの結構ね湾内入ってくるともう底物とか普通の青物じゃない釣りとかの方がねいいんじゃないかなと思ったりもします。基本的には全部砂地なんでねシーバスとかセイゴとかなんかああいうものもね釣れたりするんで楽しいっちゃ楽しいかなと思います。結構ね広い波止めなんでいろんな場所でね釣りができると思うんで思い思いね釣りをされたら楽しいと思います。青物だけじゃなくてね普通のサビキ釣りとか引っ掛け釣りをやるよりはやっぱりゴカイとかああいうものを使ってマゴチとかチヌとかもね狙えるかなと思います。まあ、運が良ければイカとかもね釣れるかもしれないような場所ですね。